日本鹿児島県薩摩仙台市若葉町若葉町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市若葉町。郵便番号は895-0063。人口は118人、世帯数は60世帯。若葉町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土側の南西部、川内川の下流域に位置している。阿駅の北には、大王町。 北方から東方にかけては、大港寺町、南方には、川内川を挟んで、東海門町、西方には、下北町がそれぞれ接している。麻生駅は、川内税務所、川内地方合同庁舎などの観光庁、その他寺院などによって、多くを占められており、住宅はそれらの施設などに混在している。若葉町という町名は、地域の西側に接する下北町の、 下北の大義語である、若葉にちなみ、若葉町と名付けられたものである。1965年4月1日に区内町及び大正路町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づきが区く方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、川内市大正路町及び区内町の区域の各一部より、 川内市の町名、若葉町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併時、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法廷合併協議会において、川内市の町、寺については、現行通りとする。 と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。阿生駅内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は、川内駅、または上、川内駅である。 ありがとうございます。